おはようございます。今日は2019年9月の、28日、11時51分です。よろしくお願いします。よろしく。よいしょ。はい、お疲れ。はい、こんにちは。はい、みんなよろしく。セリフのダメだよ。勝手にサムネとか。本当に訴えられるぞ、お前。ネタとかじゃなくてダメだよ。そういうことしたら。神様はやめてないよ。神様、神様だもん。やめてない、やめてない。なんで神様やめんのよ。やめるわけないでしょ。やめないよ。復帰したの？した。復帰した。はい、おはよう。本田さん、おはよう。純粋の詐欺師ですね。誰も騙してなくない？騙された人いないでしょ。被害者ゼロだよ。詐欺師は被害者を生むから。今喫水って言ったじゃん。喫水って言ったよ俺。なんて言った？喫水って言ったよ。あー、ありがとう、ありがとう。喫水ぐらい読めるよ。バカにしすぎでしょ。喫水ぐらい読めるよ。タヌキってどういう仕組みなんですか？使いこなしてんじゃん。12号使いこなしてんじゃん、自分で。使えてるじゃん。どういう仕組みなんですか？使えてるじゃん、もう。やめない。やめるときは勝手にやめる。やめるときは迷惑かけないから大丈夫だよ。そうそう、匿名を選べんの。今川さんか。匿名を、ニコ生のあれだよ。ニコ生と同じ仕様だよ。ニコ生と同じ仕様。応援するのも嫌になったと。俺多分11号からアイテムもらってないよ。11号からアイテムもらってないから大丈夫だよ。君応援してないから、最初から。やめてない時の方が迷惑かけてます。なんだろう。あ、メガホンありがとう。消える方法は簡単だよ。16号が俺の
俺のブロックボタン、俺の放送ブロック押したら終わりだよ。簡単に消えるよ。ヒュンって簡単に消えちゃうから。アイテム支援リスマンやめます。さよならさよなら、うん、さよなら、二度と来ないでね。さよならさよなら。リスナー大事にしない人、リスナーに大事にされてないもんだって。お互い様でしょ。はい、わざつー飽きたけど、そういう人たちが集まる場所だからしょうがないでしょ。諦めたよ俺は。いや実際リスナー質は悪いでしょ。実際悪いでしょ。いや、大丈夫大丈夫。アイテム投げた人は文句言ってないから。アイテム投げてない人が文句言ってるだけだから何の心配もないよ。アイテム投げてる人から文句一個も来てません。アイテム投げてない人から文句が来てるだけです。大丈夫です、安心してください。究極の言う、究極の無、これをどう解釈しますか。イコールかな。イコール究極にあるっていう状態で究極にないっていう状態はどう考えてもイコールだね。別にバカにされても、わかんない人はわかんないし、わかる人はわかるし。わかる人に向けて話してるわけだから。別に恥ずかしいとかないけど、うん、女の子家に家転がり込んでまでよくやる。おう、グッチさんいらっしゃい。ウィーウィー。首つらないかな。引退枠とかやらないから、引退する人は。
退枠とかやらないから、そもそも引退する人は。そんな携帯、たかだか携帯電話のアプリにさ、引退とかないから。ポケモン GO 引退しますとか言ったら笑うでしょ。ポケモン GO 引退します、もう二度とやりませんとか笑うでしょ。感動、感動好きだよね。なんか最近のリスナー感動ポルノばっかりだよね。沼が多すぎるんだって。感動ポルノでね、24時間テレビみたいなのを見て感動するのなんか沼しかいないんだから。 NHK 見ない、 NHK 感動ポルノが見たかったら。ふわっちに感動なんか求めてる時点で間違ってんだから。芸能界の引退わかるでしょ。スポンサーとかさ、取り巻きの関係者とか事務所とかがいるから。だからあれは内外に示すためじゃん、引退しましたっていうの。だから仕事辞めましたみたいな辞職票みたいなもんだよ。こんなさ、個人が勝手にさ、アプリボタンポチッと押してさ、スタートボタン押して始めてさ、喋りたいこと喋ってさ、の人が集まってワーキャーやってるだけのサイト、引退もクソもないでしょ。ぞまない。それで30、40、50の大の大人が辞めないで辞めないでとか、沼でしょ本当に。働けバカって感じだよね。思わない。思うよね。だいたいさ、詐欺詐欺って騒いでるやつもさ、普段から応援してないやつなんだ。何がリスナー、私辞めます、応援しませんだよな。裏切られましただよな。アイテム投げてねえじゃん、もともと。もともとアイテム投げてなくて、もともと応援してない奴らがぐちゃぐちゃ言ってるだけで、もともと応援してた人は文句一つ言ってねえわ。そうじゃないの？もともとアイテム投げてなくて、もともと応援してない奴が文句言ってんだから。でしょ？ノーダメージだよ、ノーダメージ。何ら変わってないよ。そんな感動感動で詐欺とか言うぐらいだったらね、ちゃんとしっかり応援しとけっつんだよ、バカ野郎。違う？違う？正論じゃない？だからもともと金出してないやつが文句言ってるだけなんだからでしょ。いや大丈夫だから、大丈夫だから、大丈夫。投げてくれる人は投げてくれるか、関係ないから。無課金リスナーには関係ないから、アンチには関係ないから。投げてくれる人は投げてくれるし、ファンの人は、応援してくれる人は応援してくれるもんなんですよ。うん、応援してくれる人は応援してくれるもんなの。ノーダメージ、ノーダメージ。いいんじゃないも何もないじゃん。もともとだから、あんたが投げてないから、あんた投げてないでしょ？たぬき八号。投げてないでしょ？いや、私昔投げてました。昔は昔。ね、その昔も聞いてみたら、花火一発とか、ハート5個とか、バーガー3個とかだろ？いらない、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 もう8個いらない、帰れ帰れ帰れ、二度と来んな、二度と来んな、いらないいらないいらない、バーガー2個とかハート3個とかね、そんなマウント取られてみろよ、いらないよ、帰れ帰れ帰れ、いらないいらない。
よいしょ。走るね。コメント走るね。コメント走るね。コメント走っちゃってるね。神様に会ったんだもん、しょうがないの。悔しいの。俺の作品が売れてんの悔しいの。悔しいの。俺の作品がどんどん評価されてんのが悔しいの。作品で勝負しようね、アーティストだったら。アーティスト、売れてる売れてる。おい、ヤモさん来たね。ヤモさん来たね。だよね、悔しいんだよな。わかるよ、羨ましいんだよな。わかるよ、わかる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 。羨ましいんだよな。花火ナイス、ありがとう花火。おい深見ナイス。ほら見ろ、投げる人は投げるんだよ。アンチざまーこの野郎。バカが、応援してくれる人は応援してくれるんだよ、バコが。ざまあ、ざまあ、アンチ涙目、アンチ涙目ですよ。聞いてる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 。いいね、しょちゃんおはよう。おはよう。いいね、景気いいね、稼ぐぞ。ワドちゃん稼いじゃうぞ。アンチどんどん引き出してやっから、じゃんじゃん稼いでアンチどんどん引き出せちゃうからね。ざまあアンチ。気分いいな、花火上がって気分いいな。分かってるな、深民さん。いいね。はい、ただいま。いいね、投げる人は投げるから、投げない人は投げないから。花火投げてやろうか。いらない。俺別に花火くださいって言わなくてももらえるから。うん。いらない。35。花火投げてやろうか。そういう態度の花火いらない。
俺は普通にここで喋ってここで座ってるだけで普通に花火もらえるから、うん、いらないです、いらないです、ファンがいるんで、うん、大丈夫です、他の人に投げてあげれば、うん、あのね、失うものが何もないやつが一番強いんだよ、失うものが何もないやつは強いの、うん、全然怖くないから大丈夫、トン様商売、そう、トン様だから、トン様じゃなくて神様ね、全然余裕余裕、うん、家失ったらやばいだろ、やばくない、俺ホームレス3回やってる、全然大丈夫、全然平気、ダンボールで全然寝れるから、そう、俺の勝ち俺の勝ち、アンチの負け、アンチが勝ったことなんかないんだから、アンチが勝ったことなんかないんだから、大丈夫大丈夫、タヌキとかキツネでしか書けない人たちだから、タヌキとかキツネやめたらもうあのいなくなるから、それ、うん、いいのいいの大丈夫うん、ジュースジュースジュース、あー聞いてきた、ありがとう、ヘタレさんありがとう、 KP ありがとう、猫ママに怒られるよ、なんで、なんで怒られんの、猫ママ怒んなよ、KP いるよ、バーガーでもハートでも風船でも何でも嬉しいんだよ、アイテムは気持ちだから、アイテムはみんなの気持ちが嬉しいよ、アンチは悔しいのよ、俺がいい思いすればするほど悔しいの、俺はみんなの気持ちで生きてるから、みんなの気持ちで生きてるから、嫉妬でしょ、嫉妬でしょ、嫉妬でしょ、わかるわかる、アンチうざいよね、アンチほんとうざいよね、嫉妬だよ嫉妬、ありがとう、アイテムありがとう、応援します、神様のお話深くてよかった、いいね、完成ありがとう、ほら見ろよ、ほら見ろよアンチな、普段アイテム投げてくれてる人は離れないから、わかる、投げてねえやつがガチャガチャ言ってるだけだからね、わかる、応援してくれてる人は応援してくれんだよ、悔しいな悔しいな、うん、悔しいね、派生じゃん、まどちゃんかっこいい、ありがとう、 DM 待ってるよ、はい、こんにちは、うわ、ジェダイとか久々聞いた、引退しちゃったよね、え、ジェダイっていつ引退したんだろう、すげえ懐かしい、
うわ、ジェダイっていたね、そういえば。やめちゃったよね。ありがとう、稼ぐよ、カオリン。ほら、見ろら、ざま。ありがとう、サンキュー。ありがとね。悔しいな。悔しいな、アンチな。あ、SY もいなくなったね。悔しいね。おい、かっこいい。ファンタスティックぐらい投げてやれよ。たぬき1号さん、あなた一番最初に来てるんだよ。恥ずかしくないの？ねえ、俺の放送待ってたの？通知が来て、だ、ここにいる200人の中で誰よりも早く来てるんだよ。あんたもはや囲いだよ。あんたもはや囲い。200人集まる中で最前列に来てるんだよ。あんたもはや囲いだよ。1号はダメだよ。アンチはやっぱり100号以降だから。それは寒いよ。ちょっと無理があるよ。最前列だよ、君。いや、稼ぐよ。俺がちょろっと本気出したらバンバン花火飛ぶんだから。バンバン花火飛ぶから。ハゲとか関係ない。今ハゲの話してないから。花火の話してるから。分かってないね。はい、こんにちは。これコカイン。ありがとう、ツナ。ツナ空気読めてるね。ナイス、ツナ。卵味噌が効いてるね。ツナちゃんを手放した卵味噌に今効いてるね。ツナナイス。ツナありがとう。いいね。今日はね、やっぱね、いいリスナーさんがね、湧いてるね。もうアンチコメント止まってきたよ。花火に効いて止まってきたよ、アンチコメント。見て、みんな、こんなもんだから、こんなもんだから。もう花火3発でグラ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 効いてきちゃったよ、ヘタレが。ね、最高だよね。うん、わかる？花火あげようかとかいうクソみたいなリスナーいないから、うちのところには。投げる人はポーンって投げてくれるから。ありがとう、デート配信また見たい、了解。あとで猫間に言っとくね。ありがとう、完成3つありがとう。いいね。49位か。完成が飛ぶと嬉しいね。またデート配信やろうね、みんなでね。うわー、ツナすげー、2発目じゃん。ツナでいいじゃん、今日。ツナやる。ありがとう、ツナちゃん。ツナちゃんありがとね。なんだ、悔しいのか、悔しいのか。アンチ聞いてるね、聞いてるね。課税しようかな。俺ね、今メガネが欲しいんだよね。メガネは、メガネ屋さんでメガネ作りたい。いや、いいな。大丈夫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 、焦んなよ。まだ始まったばっかりだから。アンチたち、焦るなよ。コンタクトじゃなくてメガネの方にしようかなと思って。リスナーさんもなんかコンタクトじゃなくてメガネの方がいいよってアドバイスしてくれて、コンタクトすげえ疲れるからって。ツナちゃんに嫉妬だよ、みんな。ツナちゃん、お前らより全然ツナちゃんの方が男気あるわ、ヘタレが。ツナちゃん分かってるね。ツナちゃんありがとう、3発目。聞いてる。悔しいんだよな、アンチどもはな。俺が稼げば稼ぐほど、俺がここでダラダラ座ってて、毎日毎日遊んで暮らして、可愛い彼女がいて、彼女のお母さん美味しいご飯食べて、みんなで仲良くしてるから悔しいんだよな。わかるよ、彼女もいないね、え、仕事ばっかりやって、彼女もいなくてね、え、借金まみれで、ね、こうやってね、家の中でダラ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 しててね、自分を否定された気持ちになるんだろ、俺が囲われてると。
俺にアイテムが飛ぶと悲しい気持ちになるんだよな。わかるよ。わかるわかる。ありがとう、ニットパリパリさん。ありがとう、ナンバさん。ありがとう。会いたかったよね、ナンバさん。いいね。引退枠の時に投げなかったけど、復活枠で投げるっていうね、待ってたよっていうのがいいね、ナンバさんの心意気だね。おい、どうするねえ。どうする、みんな。まだ1時間経ってないけど、もう3000円稼いじゃったよ。ねえ。どうする、どうする、みんな。アンチもう何も言えなくない、どうすんの。いやー、いいね。つなちゃんいいね。うん、つなちゃんいいよ。男気三発だよ。かっこいいね。いや、お金持ちでしょ。ういただいま、うん、ねえ。ヘタレさんもね、ナイスだよね。ありがとう、 KP、 ありがとう。かわいい子ちゃんからもらっちゃったよ。最近かわいい子が集まってきてるからね、おっさんどもが嫉妬してるんだよね。なんかギャル増えたよね。ギャル増えた。死ぬまで詐欺してな、それしか言えないの。さっき花火の話してたんじゃないの。花火一発しか上がってねえじゃん。え、花火一発も上がってねえじゃんって。花火やろうか。いらないよって。応援してくれる人がいるから大丈夫だよって。上がったらこれのこのざまだよ。詐欺の話なんかしねえよ、バーガー。ありがとう、風船ありがとう。いやいや、ふわっちは成り立つでしょ。ふわっちは成り立つよ、全然。お前の3年後が見てみたい。まあね、配信始めて7年、34歳で神に到達した男だからね。もうこれ以上先ないよ。あとはアーティストとして、映画監督としてやっていくだけだよ。アーティストとしてと映画監督として。わかる。1ヶ月に延長代2万円ぐらい飛ぶね。洗脳されてんのはお前らだよ。働きありが、思考能力奪われた、洗脳されてんのはお前らだわ。いやー、いいね。今日は神でもヤミーでもいいから配信続けてね。あ、いいよ。ありがとう、ナンバさん。ナンバさんも古いもんね。ナンバさんも配信者だしね。みんなで楽しんでこうぜ。いや、あの、うちのツナとか呼び捨てやめて。ツナさんだから。お前の方が下等な生き物だから。この枠ではツナさんだから。俺の大事な大事なリスナーさんに立てつくのやめて、アンチ。ねえ、ツナちゃん。ツナちゃんの方が上位互換だから、完全に。ねえ、セフィゾー、お和道してありがとう。え、何？今度はアンチのおかげで稼げてるみたいになってんの？お前らいらないよ。アンチのおかげで稼げてるとか、もうほんと都合いいね、今度は。お前らいらない、いらない。ありがとう、ツナちゃん！ 4 発目！ねえ、一発も投げてない葉っぱたちがね、なんかね。いいんじゃない？なんか悔しいんじゃない？俺らが楽しそうにやってんのが。俺ら自由じゃん、ツナちゃん。ありがとう、深みん、2発目乗ってるね、乗ってるね。あれでしょ？ねえ、なんか嫉妬でしょ？うん。ありがとう、深みん。俺はサメちゃん、アメジン、ワド、マンキツオが最高に好き。いいね。応援しないとね、やっぱ好きなのはね。お前がブレてる。何がブレてんの？具体的に言って、具体的に。ナイス！何なの？何なの？何が不満なの？何が不快なの？ありがとう！ロケット花火ありがとう、ドクメンさん。ありがとうね。復活枠おめでとう。ほら見ろよ。ほら見ろよ。これが現実なんだよ、アンチ。お前ら普段一発も投げてなくて、ね、ブーブー文句言ってるだけじゃん。もう投げませんって。もともと投げてないんだろ？こうやって、今ね、9発も飛んでるんだよ。俺、花火くださいって言った？ねえ。花火くださいって言った？ねえ。言ってないでしょ？花火くださいって。
言わなくてもこうやって応援してくれる人いるの。その辺の小敷と一緒にすんなよ。花火ください花火くださいなんて一回も言ったことねえよ。自然とただここに座って喋ってるだけでね、ちゃんとトークスキルがあったら花火もらえるんですよ。トークスキルがないから花火もらえないの。君たちとは違うんですよ。君たちとは。悔しいね。悔しいね。アンチ悔しいね。花火支援してくださいなんて言ったこと一回もないわ。一回もない。ありがとう。頑張ってくれた。ありがとう。サンキュー。サンキュー。ありがとう。嬉しいね。ロケット花火ナイス。トークスキル俺抜群にあるよ。トークスキルで言ったらふわっちトップ3には入ってるだろう。確実に上位3位には入ってるね。と雑談系で言うなら、定評があるからトークでやってきたからね。喋りのアーティストだからね。これ16万の服、16万の服。君たちユニクロでも着てなさい。君たちアンチはユニクロでも一生着てな。俺ファッションリーダーだから。かっこいいよね。かっこいいよな。ユニクロでも着てろよバカ。かっこいいよねみんなね。シルバーやってるよ。もうすぐ完成。シルバーもうすぐ完成する。個性的でいい？ありがとう。女の子はねファッションに敏感だからね。やっぱおしゃれな男ね、おしゃれな男いいなって言うもんね。うん、女の子はファッションに、特に若い女の子はファッションに敏感だから、若い女の子とか気づくよね。何それ、めちゃめちゃかっこいいって言うよね。差がついたな。アンチはそうやって毎日毎日アンチコメント書いてるだけで、俺はどん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 次のステージに行くよ。いいのそれで。君たちがそうやってグーダラグーダラサボってる間にどん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 ネクストステージに行っちゃうんだよ。この7年間君たちは何をやってたんだよ。俺は血眼で努力してきたんだよ。血眼で俺はライオン。あ、ナイス、大丈夫だよ。他の儲かってないカソナムの支援をしてあげて。俺花火だけで収入得てるから。ナイスとか大丈夫だよ。他の子にあげていいよ。大丈夫、俺ファンがいるから。ファンの人たちが花火バンバン投げてくれるから大丈夫。困ってないから、困ってないから。困ってる子に押してあげて。これはなんだっけ、あれ、あの放送で言えないやつってる。中学の同窓会教えてやるよじゃなくて、中学の時の同級生が花火投げてくれてるから。中学の家から近所の歩いて10分ぐらいの人たちが花火投げてくれてる。
はいよ。いや、いいね。なんか今日乗っちゃってるね。今日のリスナーいいね。この服もセンスいいって言われるし、おでこもめちゃめちゃ似合うって言われてるよ。私も真似しようかなって。和道さん真似していいですかって。おでこにピアスめちゃめちゃおしゃれだよね。服よく見せていいよ。水牛のボタンだからね。水牛よく見せて、はい、こんな感じはね。こんな感じはね、後ろがフードついてて、こんな感じ、ドレープ入って、いいでしょ。顔は熱くない、これで外歩いてるよ、いや、それでそこ外歩くよ。これでチャリンコ乗ってるね。チャリンコ乗ってスーパーで買い物してるね。お前らじゃ分かるわけないじゃん、俺のセンスが。審美眼持ってねえんだから。若い子とかだったら分かるけどね、まだ毒されてない、センスが尖ってるから。美大出てんのかよ。じゃあお前ら美大出てんのかよ。おい、どこ美出てん、どこの美大出てんだよなあ。人の服ガチャガチャ、いや、どこの美大出てるって聞いてんだよ。どこの美大出てんだよ、ゴミが。あれだろ、農業高校だろお前ら、どうせ農業高校の土方だろ。しょうもない。ねえ、好きだけ聞いてんだからね、ファッションごちゃごちゃ言うなよな。どこにピアス入れようと構わないじゃんね。どこにピアス入れようが、マントだろうがローブだろうが何だっていいじゃんな。何、最初は何、引退詐欺だっつって、今度花火上がってねえじゃんって文句言って、で何、今度は花火上がったら服がダサい、ブレすぎてんの、お前らの方だろ。なんだそれ、服がダサいって。お前の生き方の方がよっぽどダサいわ。人にケチつけてばっかりで、文句ばっかり言って、毎日毎日引きこもって、放送を見て飯食ってうんこしてるだけの人生じゃねえかよ。何の生産性もなくてバカすぎるだろ。働けアホ。働け。あ、俺働く必要ないからごめんね。俺は働く必要ない。俺はファンが食わしてくれてるから、もう働くとかそういうステージにいないから、やることないんだったら働きなっつってんの。やることないんだったら働きなさいっつってんの、だってそうだもん。俺だってファンから飯食わせてもらってるもん。欲しいもの全部手に入るもん。何だって手に入ってるもん。何にも困ってないじゃん。何にも困ってないもん。遊んで暮らしてるだけだもん。ただ単に。ファンにお返し、俺が放送、生放送毎日元気でニコニコやることが俺のファンへのお返しなの。わかる？俺がニコニコ毎日楽しく過ごすことをファンは望んでるの。わかる？
自由だよね。別に誰かのことディスってるわけでもないんだから。本当だよね。精神崩壊してきた？涙目になってきた？やることやりな。大人が見たら笑うぞ。笑えばいいんじゃない、うん、笑えばいいんじゃない、うん、俺困ってないもん、全然。俺全然困ってないもん。時給6000円だよねえ。俺今現時点で津田沼のキャバ嬢より稼いでんのねえ。津田沼のキャバ嬢3000円だからマックス。津田沼のキャバ嬢より稼いでんだよ。船橋ぐらいなんだよ今。船橋のな、ね、船橋の一番人気の店のナンバーワンの子ぐらいの時給でやってんだよ。わかる？しょうもない。今日だけじゃないよ全然。俺マックス1時間で10万稼いだから。だから1時間10万稼いだときは銀座超えたねって、銀座のママ超えたねって話になった。じゃあお前ら時給いくらだよ、言ってみろよ。じゃあ聞いてやるよ。じゃあ時給いくらだよ、時給いくらだよ、いくらだよアンチどもよ。いやアンチども時給いくらだよ。あれコメント止まっちゃったけど大丈夫？いやアンチに聞いてんの、アンチね、突っかかってくるアンチに聞いてんの。月収の話なんかしてねえよ。なんだ月収って、今時給の話してんだよ。話そらすんじゃねえよ。月収の話なんかしてねえよ。なんだ月収って、よくわかんねえよ。はいこんにちは。なあ今時給の話してんだよな。知らない、年収とか知らない。いや年収とか知らん。はいよ聖子いらっしゃい、ありがとね。ありがとう、ありがとう、花火ありがとね。いいね、時給1000円だけど私和田さんの配信好きだから。花火11発目いただいちゃいましたよ皆さん。11発ありがとうございます。ありがとね。悔しいね、アンチ悔しいね、負けだね。もう俺はもうずっと勝ち続ける運命だから嬉しいな。嬉しいな。何花火嬉しいでしょ、そんな配信やってるのは当たり前じゃん。花火嬉しいに決まってるじゃんなあ。花火もらったら嬉しいに決まってるじゃんな。働いてねえニートか、お前ニートだから分かんないんだよね。親からご飯食わせてもらってるだけだもんね。毎日ポテチとなんか惣菜とカップラーメンだもんね。花火嬉しいに決まってんじゃん。ファンの気持ちが嬉しいでしょ、ファンの気持ちが嬉しいね。ありがとう。これロケット花火3発って、ロケット花火って配信者ってことだからね、これも嬉しいよね。人気だけでここまでやってきたからね、人気だけでやってるから。このピアスはブラックオパール、ブラックオパール入れてる、ブラックオパール入れてるから。ブラックオパール見せちゃう、ブラックオパール。
かっちぇだろ、かっちぇだろ、ブラックオパールなあ。マジでこれ入れるとモテるって言ってたから、これ入れると20代の女の子にモテますよって聞いてっから、ブラックオパール入ってっから。ブラックオパール、いや埋め込んでるもん、埋め込んでるもん、ほら取れない取れない、高いよ、埋め込んでるから、うん、顔洗うときちょっと引っかかっちゃうね。痛くはないね、うん、痛くはない、すごくかっこいい、ありがとう。可能しないよ、痛くない、大丈夫だよ。捨て頃出ないの？捨て頃やんないでしょ、もう捨て頃終わったでしょ。和道さんは普通にイケメンだからな。そんなことないよ、そんなことないよ。イケメンかな、イケメンじゃないよね。誰かとコラボしないの？コラボで閲覧稼ぐほど困ってないですね。コラボしまくって閲覧稼がないといけないほど困ってないんで。ピンの雑談で全然やってけるんで。お前が八王子周辺で原付き乗って笑われてるチビか。それそれあの犬目町の話でしょ、俺じゃないわそれ、人違い。誰か教えてあげて、205号さんに。八王子周辺で原付き乗って笑われてるチビの話してるから、それ俺じゃないわ、リアルに人違いだ。Thank you.
人生なめてる？そう、うまくいっちゃうんだよね、うん、うまくいっちゃうんだよね。うん、ダイエットコークだよ、ダイエットコーク。あ、いいね、平沢進むいいよね、うん、俺も好き、好き、炎上なんかしてねえから、普段から閲覧、黙ってても閲覧200切らねえから。この服16万、散髪したばっかりだよ、散髪したばっかり、髪の毛切ったばっかり、トランクス意識してんだよね、未来から来たトランクス意識してんだよね。やっぱドラゴンボールで言ったら俺あれじゃん、トランクスポジションじゃん。ドラゴンボールで言ったらトランクスだし、ハンターハンターで言ったらキルアだしね、ナルトで言ったらカカシ先生だし、スラムダンクで言ったらルカワカエデでしょ。わかる？わかった？リッスン、リッスンね、リッスン。いや、ノーアイテムなんかないね、もう。俺はもう決めたから。重大発表していいっすか？重大発表していいっすか？重大発表。もう、センセーショナルな重大発表していいっすか？重大発表、わかる？重大発表だよ、聞きたい。重大発表、もう衝撃走るよ170人に。重大発表、引退とかじゃない、もう重大発表、うん、重大発表聞きたい。そんなに聞きたいんだ、わかった。そんなに聞きたい、そんなに聞きたいんなら重大発表します。みんながどうしてもって言うから重大発表します。来月重大発表、来月マンスリーランキング1位取ります。はい、来た。はい、来月ふわっちのマンスリーランキング俺1位取ります、宣言します。マジここにいる全員度肝抜かれるから、うん、ありがとう、うん、取れなかったら引退する。来月マンスリー1位取れなかったら引退します。僕引退かけてやります。引退かけてやる、はい、全配信声明かけて来月本気出します。マンスリー1位、うん、マジですこれ。
これマジ、これマジ、これマジだから。来月花火頑張る？ありがとう。一緒に撮ろうね、マンスリー1。伝説残そうね、一緒に。一生忘れない伝説残そうね。みんなで一緒に伝説残そう。みんなで一緒に。一生忘れないメモリー。映画の話は今してない。映画の話今してないよ。リスナーから5万詐欺った？詐欺ってないけど、リスナーはお金使うだけ違うから、リスナーと一緒に俺は思い出を残したいの。リスナーと一緒に忘れないキラキラした思い出を残したいだけだから。あの時頑張ったな私、だから今も頑張れるって、そういう生き方するんだよ。みんなで一緒にやっていくの。時給今5500円だね。いいよ、時給5500円以上になったら、もう今六本木のキャバ嬢みたいになってんだよ。六本木の中堅キャバ嬢ぐらいもらってんだよ、六本木のギロッポンクラスだよ俺今。港区民だよ。津田沼からのし上がってきたから。成田から津田沼、津田沼から西船橋、西船橋から上野を経て六本木に来たから今。日本トップクラスのキャバ嬢だから。日本トップクラスのキャバ嬢。聞いてるなアンチ。聞いてるな。上野結構時給高いからね。上野意外とキャバクラ時給高いから。知らなかったでしょ。お兄さんね。空っぽさんって何？神になったって嘘ついてない。神様でしょ、どう見たって。どっからどう見たって神様でしょ。花火が止まったぞ。
神は言わないけど投げろ。なんか猫間と付き合う前さ、暇だなとか退屈だな、今日何しようかなってさ、毎日のように言ってたけどさ、猫間と出会ったからその口癖なくなったよね。退屈がなくなった。毎日なんかこう楽しいね。暇だなとか退屈だなとかなんかしたいなっていうのが口癖だったのに、それ言わなくなったね。アクセサリーすげえかっこいいでしょ。ファッションリーダーだからね、ふわっちの。ふわっちのファッションリーダーだから。右手にはつけないポリシーの。左手に全部つけろ。ねえ、なんで煽ってんだよね。意味が分かんないよね。花火止まりましたね。関係あんの？関係あんのかよ。早く花火投げろ。あなたの言う中身って何すか？198号さんが言う中身って何すか？何中身って。中身があるって何？誰が中身あんの？中身ある配信者教えて。誰？中身ある配信者。いや、歯じゃなくて中身のある配信者って誰？何？そうだね。あきとしいらっしゃい。俺は他人の評価で生きてないから。わかる。アーティストであり神であり、自分の中の理想郷を築く、バビロンを築く建築家でもあるから。マイバビロン、ようこそマイバビロン。うるせえクタバビロン。うるせえクタバビロンって何？何それ？
うるせえクタバビロンって何それ。来月は本当に花火飛ばないよ。それさ、昨日も言ってたじゃん。昨日もこんなことしたら明日から花火飛ばないよ。今度来月に変わったの。今日飛んでるじゃん。お前らのさ、予想全部外れるんだもん。アンチはさ、自分がこうあってほしい、俺に花火飛んでほしくないだけじゃん。ただ単にあなたがそう思ってるだけじゃん。でも現実花火いただいてるじゃん。俺、リスナーさんから。あなたが悔しいだけでしょ。俺に花火飛んでほしくない、月給の話してない今。俺が花火飛んだら嫌なんだよね、あなたが。ただ単に来月飛ぶか飛ばないかっていうことじゃなくて、来月飛んでほしくないっていうだけだよね。飛んでるじゃん、飛んでるじゃん今。違う、飛んでるじゃん。いや飛んでんじゃん現実。見ろよ、見てみろよ。今から秋年が投げてくれるよ、ロケット花火。こんだけ何年も付き合いあって一回も花火投げてくれないんだよ、秋年が。秋年復活しちゃおめでとうって言って、今からファンタスティックロケット花火投げてくれるよ。大丈夫だよ、秋年が投げるから大丈夫だよなあ。みんな、秋年広田が投げるからロケット花火ファンタスティックで投げる、投げる、大丈夫大丈夫、分かってるから大丈夫だよ。頼まい、秋年頼まい、頼まい、大丈夫。秋年、ほら秋年、秋年、ほら見ろよ、見ろよ、この秋年。秋年かっこいいな。ありがとう秋年。何が通報案件なんだよ。秋年の気持ちを無駄にするなよ、秋年。投げるよ秋年広田は。焼肉おごって秋年、焼き鳥おごって、焼肉だ、うん、ありがとう、サンキュー、ありがとう、ユンタ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 、ありがとう。なんだよアホばっかって、なんだよ、聞いてるじゃんユンタ、ありがとうね、聞いてるじゃん。なに、可愛い女の子からアイテムもらったらそんなに悔しいのかよ。聞いてるね、聞いてるね。おい、緊張類いらっしゃい。お疲れ。何が大事なんだよ。おい、聞いてる、うん。聞いてるね。いやー、稼いじゃったな。稼いじゃってるな。悔しいね。悔しいね。秋年は人望と企画力でやってくタイプだから、俺はそこをすげえと思ってるから。今までにいなかったタイプの配信者で、人望と企画力で勝負するタイプだから、秋年ひろたは。プロデューサーキッスだから、プロデュース力がある秋年ひろたは。俺に持ってないものを持ってる。秋年は持ってる。ありがとう、ハートありがとう、サンキュー。自分の考えはきちんとあります。騙されたりしません。ほら、
ユンタはね、ずっと応援してくれてるもんね。そんなにわかリスナーじゃないもんね。だいたいユンタね、ユンタはわかるもんね。だいたい普段投げてないやつが花火投げませんとか言うのよ。投げる人は黙って投げるから。投げる人は黙って応援してくれるの。自然と。今日もありがとうね、お疲れって。今から仕事行ってくるけど頑張ってねって。この前面白かったよ。今日も面白かったよって。自然と投げるから。アイテムはねだるもんじゃないの。そう。アイテムはいただくものなんです。リスナーさんの気持ちなの。花火投げてやるから何々しろとか言うリスナーさんと付き合いしたこと俺はない。俺は一回もねだったことないから。花火くださいって配信ふわっちに来てから3年半やってるけど、一回もない。それは配信者としてダメ。そう、ねだるもんじゃない。ねだるもんじゃない。俺は見せる、聞かせるタイプだから。メガホンありがとう。あやのちゃんいらっしゃい。俺一回もないよ。くださいなんて言ったこと。うん。くださいなんて言ったこと、一回もない。ないです、ないです。俺は花火くださいなんて言ったことないし、特定の誰かに花火投げてなんて言わない。言わない。そんなダサいやり方してない。言ってないから。うん、あー、秋としかな、あと花火9発投げてくんねえかな。あー、流れ変えてえな。秋としかな、あと花火9発投げてくれたら流れ変わるんだけどな。投げてくんねえかな、秋としひろた。あー、誰かに助けてほしいな。アンチ強いよ。秋としありがとう、秋としひろた。悪いね、なんかね。ありがとう、秋とし。秋としありがとうね。ありがとうね。なんか悪いね。なんか悪いね。ごめんね。ありがとうね。いや、かっこいいね、秋としは。秋としやっぱやるわ。秋としの時代来たね、深みんね。銀ソウルさん、ダメだよ。ダメだよ、煽ったら。うん、秋とし頼まい、頼まい。やっぱ秋としの男気かっこいいね。何も言えねえ、つって。いいんだよ。いいんだよ。みんなも乗っかってきていいんだよ。アメジンかっこいいね。株上がったね、15さんね。アメジンの枠行ってみんなで、タヌキでアンチコメント書こうぜ。よく言うわ、稼いでるだろう、秋とし。秋とし祭りだね。うん、秋とし祭り。いいよ、いいよ、ヘタレさん。いいよ、楽しもう、楽しもう。うん、いいよ、大丈夫だよ。秋とし株上がったな。150人の中で株爆上がりだな。神申し上げます。秋とし、まだ余力あります。秋とし、うまいもん食ってっかんな。俺、ツイッターチェックしてるから。なんかね、うまいもんやたら食ってんだよね、秋とし。そう。なんか、いい肉とか知ってるタイプなんだよ。いい店知ってるタイプなんだよ。池袋、渋谷とかも、各拠点ごとに、いいお店知ってるタイプなんだよ。だから電話して、今どこにいるんだけど、この辺で美味しいご飯、どっか知ってるって言うと、絶対外れのないお店を教えてくれるタイプなんだよ。秋都市にファンタスティック投げて、うん、投げてあげて。アメジン稼いでるよね。だ、仕事できるもん。どう見ても出会った頃からそうだったもん。仕事できるよ。無礼なことしないし。ありがとね、ユンタ。ありがとね、いってらっしゃい、頑張ってね。ありがとう、ありがとう。海原押す山に改名しろ。海原押す山って何？せめて別サイトならギャグで済んだ。何を言ってんの？笑えないのはあんたの生き方のせいだよ。うん、笑えないのはあんたの生き方のせいだから。何事も楽しまないと。ツイッターにいい食い物あげるやつは最近うまいものを知ったやつ。もう負け犬の遠吠えにも程があるわ。
ツイッターの使い方わかんないおじいちゃんかな。おいしんも見たことないの？ない、うん、ないです。全くありません。お前プータローじゃん。違う、アーティスト、アーティスト。あ、お母さん帰ってきた。帰りなさい。あ、違うよ。1時だよ。1時じゃ起きる。何よ。いや、お母さん帰ってきたから仕事終わりの。お母さん帰ってきたから。え、アーティストだっつってんの。写真やってんの、写真やってんの、写真とシルバーやってるの。フォトグラファー兼、いや、フォトグラファーっていうか総合芸術家だから、うん、フォトグラファー、まあまあフォトグラフもやってますねみたいな、表現の一部でフォトグラフっていう表現手法を取り入れてますねみたいな感じかな。何ほんとクズ極めてるって。下手くそ？下手くそじゃないよ、全然プロから評価されてるじゃん。写真売れてるんだから。医者は目指さない。たぬき枠じゃないわけ。 OK、 次枠通常枠やるよ。アンチコメント多いな今日は。主婦の片手間のワークショップでもそれくらいやってる。じゃあやってみろよ、じゃあやってみろよ。俺と同じレベルの写真持ってこいよ。ツイッターで DM 送ってこいよ。私の写真の方がうまいって、私の方が芸術性があるって。俺がツイートリツイートしてやるよ。それ拡散してやるよ。なんで作品で勝負しないんだよ。言葉ばっかりじゃん。こんなの俺でもできるとか、こんなん俺でも撮れるとか。お前ら下手くそじゃん。俺キャメラ本気でやってんだから。キャメラ、写真やってる、やってる、バリバリやってるよ。写真週4回ミーティングしてるもん。週4回ぐらいミーティングしてて、3週間に1回撮影行ってるよ。ミーティングすごいやってるよ。はい、ということで皆さんありがとうございました。また見に来てください。ありがとう、お疲れ様。